はい、88インディーゲーム沼です。今回もグリークアズルの記憶の続きをやっていきたいと思います。前回からアーカントス G にたどり着いたので、今回はここを進めていきましょう。さあ、ここにお兄ちゃんのレイデルはいるんでしょうか。また氷があるな。火をつけるものが必要だ。ここも火を使って攻略するステージみたいですね。このキラキラするやつは何？反応しないけど、あ、ここに火があるな。ここに火がある。って言っても逆側に持っていくことはできなそうだから、一応持って進んでみましょうか。あ、ここはシンプル。ここはシンプルだな。一応持ってくか。ああ、ちょっと。うわ、持ってる時に敵が出てくると面倒。この像はここに太陽の紋章を置くようだ。新クエスト、ここに月の紋章を置くようだ。じゃあこのステージは太陽と月の紋章を探してここに設置すると、多分奥の扉が開くのかな。よし、じゃあ火を持ちながら徐々に進んでいきましょう。あ、呼べる。火持ったまま呼べる。いや、ない。火使うとこない。ジャンプして、火持ったまま飛ばせない。ああ。また氷漬けにされてしまった。火持ったままジャンプして飛ばすことはできませんね。やばい。飛びとかやばいわ。ちょっと待て。回復させて。よし、じゃあ上行きましょう。よし、これだ。はい、じゃあお金も手に入れて、ここの扉入ってみます。お、びっくりした。急に、いや、もうほんとこいつめんどくさいな。逃げるな。よし。あ、もう一匹いるわ。強化の巻物。古代クーリングで書かれた巻物。新品魔法を使いこなす者の能力を一時的に伸ばすか。じゃあこれはお姉ちゃん専用のアイテムみたいですね。グリークが持ってても多分意味ないな。はい、じゃあ逆側にあるやつも読んでみますか。いや、読めない。なんだ、ここの部屋は特に何もなし。じゃあどこに住むんだろう。ここ何もないの。ああ、ここにロープあるわ。あ、落ちちゃった。ロープあった。これお姉ちゃん取ってくれ。あなたが持ってないと意味ないやつだよ多分。でその代わり回復アイテムあげるわ。ここら辺のね、受け渡しめんどくさいですね。ちょっとお姉ちゃんに切り替えて、ああ、もう一個ある。ターザンアクションで進んでいきましょう。ジャンプ多めのところはね、アダラの方が進みやすいですね。ちょっと助走つけて、ああ、ちょっと魔法のあれがないから攻撃できない。なんか遅いなと思ってたら、アダラだとちょっと不安になるんだけど、まあ、ザコはアダラの方が倒しやすいか。ウーラグさえ出てこなければ。ウーラグ戦だとちょっと心もとないんだよね。あ、この上に出てこれるんだ。じゃあこれ炎で使うんだろうけど、ちょっと先に進んでみましょうか。うつ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 、うわ、最悪。ここから先は特に、うーわ、なんだこいつ。あ、いって。氷状態にもされちゃうんだ。盾持ってるな。おい。遠距離攻撃しても盾で防がれちゃう。あいつはちょっとアダラじゃ倒せない気がする。危険すぎる。先にこっち行きましょう。ここ溶かして、ここに炎を移して、ここの炎を多分下にも移す。OK。で、この炎を、
そこの下にも移すのかな。この炎を持ってここ落ちちゃうから、あ、そうだ、落ちちゃうからこいつを下に持ってきとくんだ。氷の下にこれを設置しておいて、でまた上に戻りましょう。あ、これか、これレバーやると水が減るのか。まあ大丈夫でしょう、水が減ってても OK で、ここに炎を移す。で、あ、ここ下に宝箱あるわ。水の中に入ると BGM も消えるんだよね。でも別に水の中に入っても BGM 聞いてるのユーザー側なんだから良くない？ここか、ここは届かない、動かない。どうすんだろう。あ、このレバーか、レバーを引くと、あ、もう一回水位のコントロールができるのか。じゃあいいんだ、こいつをやっぱりこっち側に持ってきておいて、こっち側に持ってきた状態でこのレバーを引いてあげると水位が戻って向こう側の氷が溶けると。 OK、 じゃあ潜って進みましょう。逆側に行ってちょっとアダラの一人行動が増えてきましたね。あ、間違えた、砥石か。いや、砥石はアダラが持ってても意味ないんだよね、グリークに渡さないと。いや、めんどくさいな、ここ。大体アダラで来るでしょ。まあ、そうでもないか。いや、どうしても当てづらいんですよね、鳥に。面が広い剣で戦った方が、戦いやすいんだ。戦いやすい気がする。ここは、開かない。ちょっとじゃあ戻りましょう。こっちか、下か、下から奥の方に進んでいきます。よし、同じ鉄は二度と踏まず。結構出てくるな。よし、ため攻撃もあの相手攻撃方法としてあるんですけど、そんな使わないんだよね。でもアダラのため攻撃は遠距離から攻撃できるからまだ使いやすいかなって気がする。はい、じゃあここから先は炎を、松明を持っていくんだけど、一人じゃどうにもならなかったんでグリーク連れてきました。これ一人の方で右まで持っていって松明持った状態で櫓の上に乗せてあげます。で乗った状態でこっち側の、ここにジャンプで、ここからジャンプして松明で火をつけてあげると。でここからジャンプするのが難しいんですけど、あんまり助走をつけたりせずにその場でジャンプして逆側に進むイメージで越えられると思います。またシーソーがあるか。アダラも上行かなきゃ。あそこの火を持ってくるわけじゃないね。ジャンプして届かないもんね、どう考えても。はい、じゃあアダラの方で上行きます。逆側乗ってあげて、あ、この状態でいいのか。逆側に松明があるからそのまま進ん で、 でこいつでジャンプしておいて逆側にで、OK です。当たりました。で、ここの氷が消えますね。で、ここの氷が、さっきジャンプして進んだところか？違うな。じゃあ、この奥に行くと、さっき扉が開けなかったところですね。月の紋章、月をかたどった紋章、とても重く何か重要なことに使えそうだ。
一応ここの扉開いておきますか。でここの階段を登っていくと、あ、そうですね、さっきのジャンプしたところですね。何？何のアイテム？あ、エリクサーか。でここも開いておきましょう。まあ多分こっちに戻ってくることはなさそうだけど。で月の紋章をインベントリ食っちゃうんで、ここに設置しておきます。はい、じゃあ右側のさっきのウーラグがいたところに進んでみましょうか。この新しいウーラグがいたところに進んでみましょうか。あいつ倒せるかな。なんか強そう。とりあえずグリークで。おお、来た。こいつ、こっから、あ、ダメだね。弓矢もガードされちゃう。いや、ガードされちゃうな。突っ込むしかないか、グリークで。うん。いや、ちょっとどうだろう。ちょっと怖いな。でも無視していけるんだ。じゃあアダラも無視して進むか。めちゃくちゃグリークの方に気取られてるから、ここから攻撃できないかな。ダメだ。じゃあため攻撃で、ああこっち向いちゃった。めちゃめちゃあっちに気取られるうちにため攻撃で、あ、これため攻撃でいけそう。いや、ちょっとあっちに気取られてる間にため攻撃一発で、あんまこっち来ないんで、後ろ向いた瞬間にため攻撃。 OK、 倒した。こいつやっぱ倒せますね。でも雑魚としては、いや、まだいるよ。雑魚としては強いよ、この裏上。上もあるのか。ちょっと先にこっちの扉入りましょう。あんまり通過していいことないからな。はい、じゃあどんどん右側に進んでいきます。いや、ここ本多いな。でもちょっと理解するのがなかなか難しいけど。じゃあここはジャンプして上に行くか。ジャンプして上に行きます。で松明があるんで、松明を持っちゃうと下に落ちちゃうんじゃないか。そうね、逆側にまた食材があるから松明をでも持つしかない。下に落ちたら、あ、もう一個下に落ちちゃって逆側にも食材があるな。これん？いや、どうすんだ。こっから抜けれなくなっちゃいそう。一旦戻るか。いや、ここはここで一人が松明持って、この下にある櫓を、この下にある櫓を動かしてあげて、上にいるアダラで松明を持って投げ入れます。で投げ入れたら、この櫓を下に移動して、待機で松明を持った状態でてっぺんに移動して櫓を押すと。でここからジャンプ届く、あ、届きますね。でここに火つけられますと。でここの火つけて、この櫓を登っていけるかな。で氷に触れちゃうとね、またダメージ受けちゃうんで注意してみてください。素早くさっと登っていきます。はい、じゃあこのパズルクリア。結構ややこしかったな、ここ。はいよ。あ、ここはどっちで進んでも OK ですね。アタラでもグリークでも。またいるな。ほら、もうガードしない。ガードしないパターンもあるのか。
ガードしないパターンだったら簡単に倒せちゃうよ。うら、あ、消えちゃう。この亀攻撃強いよな。よし。で、ここにあるのは太陽の紋章ですね。太陽をかたどった紋章。で、これで太陽と月の紋章、両方手に入れたんで、あそこに設置しに行きましょう。はい、じゃあ戻ってきました。もう一つの太陽を設置すると、先に進めるようになります。うん、まだあるか。一体倒そう。まだ先があるな。で、ここのギミックは大体わかってるから、このイカダを引っ張ってきて、松明持った状態で上に乗せてあげて、イカダを引っ張っていくと。イカダを引っ張っていくと。で、こっから上に上げられるか？あ、行きました。行きました、行きました。で、お姉ちゃんに松明持たして、溶けてる間に上進みましょう。で、ジャンプして、片方で上に進みます。で、ここ上進んでいくと、さっきの氷の壁の逆側ですね。氷の壁の逆側に一人だけ出れるので、降りちゃいましょう。心もとないけど。で、ここにまたあのウーラグがいるんで、なんとか頑張って一人で倒すかスルーしていきたいとこなんですけど、松明がこっち側にあるんで、一旦こいつ倒さないとダメですね。おう、やばいやばい、人々が1しかない。やばい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 、いけるか、いけるか。こいつジャンプしてこないよね。ふう、エリクサで回復してから、おっとっと、ああ、いや、こいつ強いな。ちゃんとね、倒してから出てきてくれるのがありがたいですわね。毛皮をかぶったウーラが本当強いんで注意してください。結構簡単に最初ゲームオーバーになっちゃうんじゃないかな。で、お姉ちゃんを氷の壁の前に戻さないといけないね。よく考えたら、松明を持って逆側に向かいましょう。はい、じゃあここの食材に火をつけてお姉ちゃんと合流しました。ようやく合流か。あ、ちょっとはい、じゃあここの扉入っていきます。うん、また上にキラキラがあるけど、あのキラキラは何なのかよくわかんないから、うん、また読めないやつ。はい、じゃあしっかりセーブして、この先なんかありそう？このちょっと不気味だよね、この紫色のこの紫色のステンドグラス。ここの像は二人で触ればいいのか。違う？合ってる。合ってますね。おお、何か出てきた。紋章みたいのが。なんだろう。おお、急に外から入ってきたけど、お兄ちゃん急に出てきた。そしてもう動かせる。いや、これこのゲームのいいとこですね。アニメーションとゲームの境目がこうあんまり区別がつかなくて、動かしていいのかよくわかんない状態で一瞬になっちゃいました。お兄ちゃんは盾でガードできるぞ。さっきのウーラグのやつ見ておいてよかったな。盾持ってるとガードできるって思います。これちょっと
R ボタンでこんな起動できるんだ。進撃の巨人みたいだな。なんかお兄ちゃんにとっては不思議な挙動ですね。このね、お兄ちゃん、やっぱ大きい盾持ってるだけに、重戦士みたいな感じで、結構ね、挙動がね、重いんですよ。ジャンプもね、すぐ落ちちゃう感じ。でもその割にこういう立体起動装置みたいなの持ってるから、早く動けるのか遅いのかよくわかんないですね。だからそのなんか重装備の重さを補助するためにこの立体起動装置があるのかもしれないけど、まあなんか盾持ったまま立体起動で移動するのちょっと難しくない？という気がしなくもない。じゃあこの電車の手すりみたいなお兄ちゃん用の移動アイテムだったんですね。でここは X で盾を構えながら、おお前に進めるんだ、いいね。でここはこれで移動する。いやー結構難しくない？あちょっと待って、お兄ちゃん水に落ちたら一発アウトか。 OKOK。で、もしかして帰りも同じことしないといけないの？これね、実は編集してあるんですけど、この、ここのね、攻略、ここだけで攻略するの結構何回も死んじゃってるんですよね。あ、はい。じゃあ、このまま盾でガードしながらまたここも進みます。いまいち捉えられないな。 OK。 はい、貯蔵室の鍵、ここに鍵があるのか。鍵見つけましたんで戻りましょう。あ、盾構えながらバックステップもできる、優秀。でここの船に乗った後も攻撃が続くんで注意してみてください。でお兄ちゃんの鎖は、あ、1本目の鎖と2本目の鎖が出るんですけど、2本目の鎖の時にようやく引っかかるので、なかなかね、コントロールがめっちゃ難しい。2段ジャンプして鎖伸ばして、2段ジャンプして鎖伸ばしてっていうのをこう慎重にやってみてください。おお、でこいつとはすごい重戦士対決。どうだ、あ、いた。こいつね、縦攻撃してると2回攻撃してくるんですよね。1、2。でこれした後に攻撃。いや、この戦いは見応えある、やりがいあるな。おお、いや、でお兄ちゃんめちゃいいぞ。お兄ちゃんのレイデルめっちゃかっこいい。ダメージ量も多いんで強いな。あ、ここもそうね。よし。で、剣を上にも振れるんで、雑魚敵がもう紙のようになってきました。ちょっとね、動作は重いんですけどね。強い。お兄ちゃん強すぎる。で、ここにも、あれがあるけど、まあ上に戻ることはないよね。壊れてる。で、ようやく戻ってきたかな。おーい、弟たちよ。おう。いやー、ちょっとボスに襲われてるじゃない。アンカーウーラグの雪の戦王か。あ、こいつ盾持ってるね。で、盾を構えてる時はこの鎖で引っ掛けて飛ばしてあげて、盾が飛んだら攻撃。でこのアダラは動かせるんで、アダラが攻撃されて死なないように注意しないといけないですね。このボス戦はお兄ちゃん一人で十分戦えるんですけど、アダラに攻撃されないように注意してください。で基本的にはこの盾を弾き飛ばして攻撃するの一辺倒だけで倒せると思います。で人々はね、半分以下になるとまたこうやって
赤くなるんですけど、基本的な戦い方は そこまで変わんないかなと。多少攻撃方法が変わるんですけど、盾を構えた状態で鎖で引き剥がしてあげて攻撃、でね、容赦なくどんどん攻撃しちゃいましょう。よし、光の封印、空輪の光を象徴する古代の封印。いや、お兄ちゃんの攻撃力がもう砥石使ったよりも強いんで、めちゃめちゃ楽勝で倒しちゃいましたね。いや、ボスが弱いっていうよりお兄ちゃんが強すぎる。グリーク、大丈夫か？レイデル？ここにいたのか。いや、お兄ちゃんでかいな。レイデルでかい。いや、やっと見つけたよ。結構でもレイデル仲間にするのに時間かかりましたね。もうちょっと序盤で3人になるのかなと思ってたんですけど、結構先進んだよ、もう。はい、じゃあ八重地の方に戻りましょう。レイデルも見つけたんで八重地の方に戻ります。お、3人で行動できるとかっこいいね。でも3人分またこうコントロールしないといけないって思うと結構大変かもしれないね。で、ここ注意ですね。またレイデル通れないんで、しっかりこの輪っかを使ってジャンプして通り抜けます。まあ、こうやって考えてると結構レイデルは素早く移動するときには結構邪魔になるかもしれないですね。結構邪魔になっちゃうかもしれないね。で、レイデルを仲間にしたら必ずここの上。さっき進めなかったところ、ちゃんと戻るようにしましょう。この右上の先ですね。レイデル一人でいいので先に進んでいきます。で、ここね。で、落ちちゃうと結構めんどくさいんですけど、こんな感じでうまく鎖を使って上に進むと宝箱と旅人のカバン、荷物のスロットを一つ追加するアイテムが手に入ります。まあ、ここはさっきのところ戻ってもいいし、ここをわざわざぐるぐるして戻ってもいいですし、必ずこのアイテムを取るのを忘れないようにしてみてください。アイテム増加。アイテム増加、ヒットポイント増加はね、結構重要なアイテムだと思うんで。はい、じゃあまた3人揃ったんで、八重地の方に戻りましょう。はい、だいぶ入り口付近まで戻ってきましたね。八重地、アルボロス山脈を下るときは気をつけろ。怖いな。はい、じゃあ素直に戻ってきました。雨降ってて何かあった？あのふわふわが臨戦態勢になってるけどどうした？おーい、ウーラグの集団に襲撃されてる。マジかよ。原初のクライブ、水の封印を持ってるか。偵察隊が確かにね、偵察隊の進捗がないですね。お、じゃあ偵察隊を追ってヴィラン遺跡に3人で向かうことになります。はい、じゃあ今回はこのアーカントス寺院でついに3人目の仲間、お兄ちゃんのレイデルを見つけることができました。今回の動画は参考になったり、面白かったら高評価、もしくはチャンネル登録で応援お願いします。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。